翼の塔です、ありがとう。翼の塔です、頑張っていきます。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼。久しぶりに見た方すいません。透明が変わっております。旧オリーブの木が翼の塔に変わりました。なぜ透明が変わったかは1月1日の投稿をご覧ください。透明が変わりましてもより一層羽ばたいてまいりますのでよろしくお願いいたします。さて今日のテーマは女帝小池百合子、都議会議員選挙の前哨戦始まる千代田区長選挙でございます。ただいま千代田区長選がですね、告示されております。私も今千代田区のためですね投票権がありまして、さあどうしようかなってまあ悩ましいところですね。でこれとてもですね大事なんですね、この選挙。はい。まあ都民ファースト支持者の方すいません、また日本維新の会支持者の方すいません。都民ファーストは劣化版維新の会ですよね。今回都議会選挙があるんですね、今年の7月4日です。私は今回の都議会選挙では都民ファーストは滅亡するのかなとある程度思っていたんですが、このままではある程度ですね生き残る都民ファースト、東京の未来は点々点とね。皆さんご存知でしょうか、都民ファーストの会の代表は荒木千春氏。誰ですかこの人。あ、すいませんね、あの荒木さんの支持者の方すいませんね。でも、まあ、大変僭越ですけれども、私よりも知名度ないぐらいじゃないですかね。本当。誰ですか？元秘書の人ですね。あの、都民ファーストというのは、すごい勢力なんですよ。都議何人いますか？これ後で出てきますけれども、何十人都議がいる、その政治勢力をまとめる人ですよ、この人。誰ですか？つまり実体がないということですね。何してるか私は少なくても知りません。それなりに政治の分野でいて日々勉強情報を取っているつもりでございますが、都民ファースト何をしているか知りません。本当に実体がない都民ファースト。2017年前回の都議選後、所属議員の取材を制限していました。その理由は失言をしてしまうからだそうですね。こやつらがまたこの7月に当選してしまうかもしれないということなんですね。もちろん私たち翼の党も政党でございます。まあ他党をディスってるだけではなくてですね、自分たちも精進して頑張っていかなければならないと、それはそのように思っていますが、いや辛い。はい、こういう情勢なんですね。これを踏まえて、前回千代田区長選、区長選の話に行きますね、戻りますね。ちょっと、これ前回の、千代田区長選ですよ。と前回の、東京都知事選挙の前の千代田区長選がやっぱり前哨戦だったんですね。この時にドン内田、まあ、政治詳しい人はドン内田結構わかる人、あの東京都連のボスと言われていた人ですね。東京都連、自民党東京都連というのはですね、めちゃくちゃ力を持ってます。めちゃくちゃに持ってます。だって都議会議員って国会議員ぐらいの給与もらったりしてるわけですよ。そのぐらい権限あるんです。この東京都連のドンの打ち出しと、小池氏がガチンコで勝負したと、そういう戦いだったんですね。まあ、最終的にこのドン打ち出しは小池氏に負けていったわけですよ。で、そっから小池氏がもうズバーっていったわけですね。それが千代田区長選なんです。はい。前回の千代田区長選挙は、小池氏が推す、石川氏。この人が、まあ、勝ったわけですけれども、それに対して、自民党推薦の、与謝野氏。これは対決したわけですね。で、ここはもうバチバチにバトってたわけですよ。もう、関ヶ原の戦いみたいなもんですからね、これね。
結果は石川氏が勝利と。で、そして石川さんがですね、なんかマンションを買うのに利権を使ってやっちゃったみたいな事件がありましてですね、まあ、この人なんかリコールされるかみたいな、そういう瀬戸際だったんですね、去年ね。で、さすがに、今回出るのをやめたということなんです。なので、その後釜争いにですね、まあ、いろんな構想が巻き起こっているわけですね。はい。で、前回、皆さんご存知ですよね、公明党は都民ファーストとくっついているんですよね。公明党支持者の皆さん、もうね、勝つ方にくっつくと。これいいんでしょうかね、公明党の皆さん。公明党は選挙に勝てれば誰とでも組むと。過去には共産党と連携していたこともありますよね。歴史を見たらですね。かつて、その、小池の勢いが出てきてですね、公明党がそこに乗っかってですね、で、さらに小池フィーバーがこうドカーンといったわけですよね、前回ね。はい。それが2017年でした。その2017年の都議会選挙、小池氏と自民党で、まあ、ガチンコの勝負だったわけですね。34議席自民党は減ったんですね。都民ファーストは、なんと、49議席増と。まあ、公明党は、ちょっと増えたと。都民ファースト、55と。すごいですよね。あ、ん ?79? ごめんなさい。79か。と、うん?トータル。すいません、ちょっと。合ってると思いますが、まあ、こんなにですね、過半数に迫る議席を取っちゃったと。自民党こんな。ね。そして、日本をリセットするって言ってですね、希望の党って立ち上がりましたよね。もうこれ小池旋風、小池劇場ってバーってね、立ち上がった。そこにですね、民進党が小池氏に急接近で、もう民進党を解党してですね、小池氏と一緒になるって言って、前原前代表がですね、希望の党に合流をしたわけですね。この辺は覚えてる人も多いでしょう。そして、希望の党はですね、希望の党はどちらかというと、右派だと、憲法改正するぞと言ったわけですね。もともと小池氏とかはですね、核武装論者とかですからね、まあ、相当な右、まあ、小池氏自身が何考えてるかって何も考えてないですけれども、まあ、安保を改正するっていう踏み絵を踏ませたんですね。で、これに対して反発する議員が多数出てきてですね、もう野党しっちゃかめっちゃかになったわけですよね。そういう時代でしたね。そしたら、その踏み絵を踏まない人間を排除しますと。排除するんですかって聞いたら、排除しますって言ってですね、この発言でですね、小池は排除するって言ったって言ってですね、メディアがこう総攻撃したわけですね。まあ、すごい早かったんですね。まさかあそこまでの勢いで、まあ、登るのもすごかったですけど、転落するスピードはすごかったですよね、小池氏がね。この排除します発言によってですね、はい、天国から地獄へと、7月の都議選ではですね、まあ、こんなに通ってですね、9月の衆議院選挙では、落選の山、235人、希望の党出してですね、185人が落選したと。ということで、それ代表でしたから、この小池氏にですね、まあ、批判が集中したと。こういうことありましたね。でもこれすごい天国から地獄、ね。で、これでもう地獄に落ちたのかなと思ったらですね、なんか最近また復活してるというね、小池代表辞任と、まあ、希望の党が惨敗したので、責任を取って辞めますと。で、都民ファーストの代表ももう今降りていると。だから荒木さんというよくわからない人が代表やってると。
その後小池氏は何事もなかったかのようにおとなしく都知事に専念しておられましたね。まあこんなですね、こんな本も出てですね、でもやっぱずーっと注目されてですね、まあ皆さんもご存知の通り、去年のまあコロナの今回の大騒動でなんか本当に沈没していた小池劇場がですね、なんかまた浮上してきてるわけですよ。まあ目立たなかった小池氏がですね、でさらに今自民党の二階幹事長ともですね、どうも裏でいろいろやっているらしいという話がですね、まあ定期的に報道されると。これどうも小池百合子氏はですね、自分が総理になることをですね、まだ諦めてないのではないかという説が強いんですね。で、自民党もですね、次総理やれそうな人いないじゃないですか。もう最後ですね、なんか気がついたら小池百合子自民党に戻って総理大臣になってましたみたいな、そういう話がですね、こうまだあり得るぐらいですね、運がすごいっすね。今回のコロナ騒動がなければそのまま沈没してたと思うんですよ。都民ファーストも僕はなくなってたと思うんですね。でも今回やっぱ小池氏の人気がですね、吹き上がっているので、都民ファーストある程度勝っちゃうんじゃないですかね。こんなニュースも、すいません。まあ、結果として私も都知事選挙にはですね、まあ、コロナ禍だったということもあってですね、まあ、立候補しなかったのですけれども、最近痩せたのでですね、かつての僕の写真を見て、太っちょだなと。まあ、でも、痩せれてよかったと思います。で、結果としてはですね、都知事選挙、小池百合子圧勝と。圧勝しましたよね。選挙カーも回さなかったんですね。街頭演説もやらなかったんですよ。コロナ禍ですからって言って。で、毎日テレビに出てましたから。それで366万票圧勝。まだ人気があるんですね。で、今回ですね。千代田区長選の話に戻ってきますよ。すいません。ちょっといろいろ、歴史が、時間的経緯も長くて。今回、ドン内田と小池百合子が組んでるっていう話がですね、これはどうも事実らしいと、まあ週刊誌レベルの噂ということなんですけれども、まあ証明のしようがありませんよね。これは後で説明いたしますけど、内田氏に小池百合子と手組んでるんですかって言って、組んでるとは言えませんからね。なぜ冒頭に言いましたよね、バチバチにやり合ってた、もう内田氏のですね、最も憎むべき相手が堀池百合子ぐらいのもんですよ、もともとは。その二人が組んでいると、今回。これはですね、内田氏が半年後の都議会選挙に、娘婿で、千代田区議の、直行さんかなを出させたいと。で、今回の小池百合子が応援している候補者はですね、樋口氏はですね、都議なんですね。この樋口氏を区長にすることができれば、席が空きますから、その席に内田家として戻りたいと、いうことらしいですね。大丈夫ですかね？わかりましたかね？ちょっとわからない方、ゆっくり読んでみてくださいね。さらにですね、これリアルに、東京都連の高島幹事長ですね、自民党の、こわもてのおじさんですね。内田氏に踏み絵を年末にですね、求めたと。自民党候補者の早押しの応援ビラに、ドン内田氏、あなたの顔写真を掲載させていただきたいと、お願いしたんですね。これ、結果ですね。ドン内田氏の写真はないんですね。しかし、区議、娘婿の写真は入っていました。絶妙なところですね。自民党の党益より内田家の利益と。これ人間らしいと、あ、ごめんなさい、らしいですね。人間らしいといえば人間らしい。ね。その内田氏も小池氏も二階氏とのつながりが深いと。二階派とかよくやりますよね、もうね、こういうね。もう誰でも、誰でも恋ですからね、二階派とかね。でも、最後もう
金さえあれば何でもいいみたいな、中国から金もらっても大丈夫みたいなね、まあ、人間らしいといえば人間らしい、こういう状況でですね、ドン内田氏と小池氏が手を組んでいるようだと、そのまあ何度も名前が出てきていますけれども、こっち樋口氏が、小池氏が応援する人、自民党の早押しで、この五十嵐氏はですね、なんか無所属って書いてますけど、維新の会がめちゃくちゃ応援してましたね。街宣車走ってましたね。あとまあ巷で有名な加用麻里乃氏が出ていたと。でも N 国からではないと。しかしですね、これ見えないんですけど、ポスター刑事責任者立花隆さんらしいです。これ以上触れません。まあこういうですね、あ、こっちすいません、補選ですね、千代田区議補選、区議補選と区長選と、はい、まあ、今まさにやっていると。今回の今年の千代田区長選はドン内田と小池氏が共闘していると、バッチバチにやってたこの二人が共闘していて、で前区長もこっちに乗っていると、ポツーンという自民党の人と。まあ表立ってはですね、この人もこっちの選挙カーに乗るとかそれできないんですけど、まあ裏側でですね、この人の後援者とかがこうガーって動くでしょうね。さあ、まあ区議もですね、裏側ではこうドン内田に票をもらわないといけないっていう区議いっぱいいますから、こうついていくでしょうね。で自民党としてはですね、非常にこう苦しい戦いですね。まあ裏切りですね、平たい話ね、裏切り。今世論調査ではですね、まあ樋口氏の方がちょっと劣勢だとなっているんですけれども、世論調査というのは電話調査なので、不動票が伸びていくということを考えると、まあ僕は樋口氏が今優勢なんじゃないかなと思ってます。だって小池氏の人気もやっぱ高いですし、小池チルドレンの筆頭格なんですね、この樋口氏はね。で今回の選挙結果によって都議選、7月の都議選でですね、また都民ファーストがそこそこ勝つのか、自民党が盛り返すのか、まあ野党はどうしようもないでしょうけどみたいな、そういうすごく複雑な争いなんですね。で今回日本維新の会も関東にまあもっと勢力を伸ばしたいというのでいろいろやって都議選も出てきますから、まあだから樋口氏を応援して、あ、樋口氏じゃない、浅尾氏を応援してるわけですね。まあそういう都議選の代理戦争を今やってるんですね。この都議会選挙、さっき言った7月4日投開票ですね、この都議会選挙でまた小池氏がバーって人気伸ばしたりするとですね、これ本当に総理を諦めてませんからね、この人ね。で二階氏もそれを分かっていてですね、うまくこの二人どうもいろんな裏工作をしているっぽいですね。で今二階氏のですね勢力伸びちゃってますよね。その菅政権の中において二階氏の力っていうのはものすごい高まってますよ。まあ親中派じゃないですか。まあ非常に危機的な状態ですね。小池劇場はまあ続いているわけですね。はい。私たち翼の党もですね、まあ他党をディスっているだけではまあこれしょうがありませんので、ちょっと詳細はまだ調整中でございますが、都議会選挙は、何らか、チャレンジいたしますので、何卒応援いただきたいなと思います。与党も野党も期待できないと、この政治情勢を変えるためにはぜひあなたも立候補お願いいたしますということでですね、応募方法はコメント欄概要欄に、詳細書いていますので、ぜひともですね、まあ、立候補しないまでもですね、立候補する人たちを、何卒ボランティアなどで応援していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。本日の解説は以上でございます。
翼の党の経済政策、中央銀行制度の抜本的見直しが必要だと、毎日毎日、訴えております、信用創造する権利の民主化が大事だと。これ難しい言い方でございますけれども、一番大事なので赤くして毎日言っております。過去動画に関係する、キーワードたくさん挙げていますので、興味を持っていただいたらキーワード検索をして、ご覧になってください。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。党名が変わっています。旧オリーブの木が翼の党になりました。党名が変わってもより一層羽ばたいてまいりますので、よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。これは変わりません。黒川敦彦でございました。翼の党で。